はい、皆さんこんにちは、アイクリンです。今日はですね、こちら六本木ヒルズのとこ来てるんですけど、後ろがテレビ朝日でございます。この下でですね、なんかジャズのいい雰囲気が流れてるんですね。これがですね、ベルギービールウィークエンドといって、すごいなんかイベントをやってるみたいですね。こちらの模様がこんな感じになっておりますけれども、人がいっぱいですね。都心ど真ん中でこういうイベントやってるってちょっとすごいなって思いますね。今ですね、ここがテレビ朝日、そしてここに東京タワーがあります。そしてここにですね、なんとこのちょっと見えるかな、このね、ジェットコースターみたいなのがあるんですね。これがですね、ドンキホーテです。大阪の方は観覧車があるんですけども、両方とも動いてません。でですね、六本木すごくおしゃれな街だと思うでしょ。意外とね、ちょっと裏道に入るとすごい民家がいっぱいあるんですよ。まあ民家つってもね、ちょっと豪邸っぽいのがいっぱいあるんですけど、ここにね、ちょっとしたアパートも見えるかと思うんですが、このアパートがですね、家賃高いのかな。ここの辺に住む人たちはね、どうなんだろうね、家賃的にはやっぱ高いのかな。この森タワーとそれからテレビ朝日のね、間にですね、庭園が再現されてるんですね。自然のまま残ってるみたいで、クモとかね、平気でいるんですよ。東京のど真ん中ですからね、ちょっと珍しい光景ではありますよね。僕なんかね、あんまりこう秋葉原ではね、こういうのがちょっと少ないので、ちょっと新鮮ですね。ここの森タワーはですね、まあ六本木ヒルズですね、展望台があるんですよ、52階に。このね、52階はね、あの深夜までやってるんで、こう夕方のね、綺麗な街並みだとか、から深夜のね、電気のついたキラ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 した都会の様子だとかね、全部見えますからね。東京タワーも見えればスカイツリーも見えるというね、素晴らしいところです。はい、ということで、六本木ヒルズからお送りしました。ではまた。